蔵島山は、香川県の西部に位置する山である。この山海全体を、琴平山とすると、南側半分が蔵島山であり、北側半分は大麻山であり、両方合わせた全体を、蔵島山として、瀬戸内海国立公園、名称、天然記念物に指定され、香川の緑百選にも選ばれている。東山は、標高538メートルで、 三角点は西へ約500メートルの地点に標高521.2メートルがある。東山最高地点から南東へ約300メートル行くと競技のこと平山になり標高524メートルであり北西へ約1.5キロメートルのところへ行くと大麻山で標高616.3メートルとなる。北陸を全通自治が南陸を三戸吉が占める。 象頭山の名は、琴平街道から眺めた山陽が、象の頭を思わせることからつけられたといい目に当たる部分に、琴平具がある。地質は、貝から花崗岩、業界隠れ木岩、さぬき岩質安山岩である。花崗岩の風化によって崩れている、不完全なメサである。なお、釈迦が、カッサパ三兄弟とその弟子千人を回収させて、 説法をしたというインド中部のカヤの西方の山のブラフマ用には増東ウウ山と呼ばれていて、東山と山陽が似ており、また、コンピラ大権現が鎮座した聖地であることから、東山も増東ウウ山と呼ばれた。だが、元気4年コンピラ大権現が鎮座支流成する。以前は、松尾寺があったことから、松尾山と呼ばれていたとの説もある。ありがとうございます。